クロワックス。海沿いの夕日なんて撮れたら最高だと思うんだけど。最高ですね。そう。いいね。旅を重ねるごとにどんどんいろんなことができるようになっていくね、うん、あのちなみに裏クロワークスの裏テーマはですね、はい、僕さんの成長になってしまいましたんでなってしまった、はい、なってしまいましたんで、はい、これまでの国道の中で、うん、一番距離短かったかな。函館から札幌の間の短い期間ですけども北海道を走行させていただいたという形でございます、はい、一番この旅はねいろんな人と会わせていただいたっていう旅になりました。はい、ということで、はい、ここで5号線、はい、終了でございます。はい、5号線走破しました。やった、はい、ここで国道の旅終わりでございますということで、はい、とりあえず11時回ってしまっているのでまた明日ねちょっとね札幌で撮影したい部分が少しだけ残ってるんですけど、とりあえず今回は休める場所を探してどちらかに行こうと思います。はい、皆さんおはようございます。昨日ですね、はい、5号線ゴールしまして、はい、札幌でやりたいことがいくつか残っちゃってたんで、はい、それをこなしたいなと。北区が欲しいんだよ、スグルはJR 系の電子交通系電子マネーと呼ばれるもの、はい、西から言うとスゴかイコかトイかスイか北かって5種類あるんですよ。日本各地、旅行をした際北か以外は全て家にあるんですよね飾ってあります。そう、家に飾ってあるんですよこの機会にね、ぜひ北かを購入して家に飾りたいと。この動画見てくださっている方の中で結構どうでしょうファンの方多いかなと。 HTB の新社屋移転っていうところがありますんで、はい、まあ、通過しながらでも映像に収めて、はい、旧社屋の裏の公園、はい、例のあの場所でございます、はい、ちょっと行ってみたいなと、はい、札幌市内で撮影したいところを撮影させていただいて、札幌を初したいという感じで行きたいと思います、はい、とりあえず出発するか。はい、はい、ということで出発しましょう。出発しましょう。いい、ちょうど今すすきのの駅前なの、これ有名なね日華ウイスキーの看板があるところだと思うんですけれども、ちょうどね昨日、自粛していた日華ウイスキーのライトが点灯したみたいなお話もしていて、はい、もうすすきのも通常運転というか、うん、札幌の街並みも通常通りの生活に戻ってますよみたいな、はい、そんなお話はお話されてましたね、はい、昨日食べたラーメン屋さんがすぐそこなんですよ、そこで、はい、そうそう、そこのラーメン横丁、そうですね、そうそうそう、なんかラーメン屋さんが何軒か並んでるところで、そうそう、うん、今ちょっと映ってるかな。ウイスキーと、あと、はい、路面電車でございます。はい、路面電車が、いや、路面電車シリーズいいね。ほらほらほら、コカ・コーラのラッピングがされた、はい、いいね、路面電車、はい、札幌の街並みも、はい、あの京都と同じように、うん、5番の目のように、うん、街が広がっていて、はい、ほら、信号機の上、南に西4とか、はい、南城、南南城四条みたいな、はい、東西南北で南城通りっていうのが5番の目のように走ってる感じなんですよね。そうですね、はい、おいしょー、ということで、はい、札幌駅着きました。着きました。これからね北川を買いに行きましょう、はい、行きましょう、行きましょうはい、ということで、はい、来ました北川、イエイ、やったー、欲しかった北川が手に入りましたよ、はい、これで JR 系のね、はい、交通系電子マネースグルコンプリート岡さん1個目1個目ですね、電子マネーが全て、揃ったっていう写真もね多分ゴルゴさんが編集で入れてくれるんでまた家帰ったらねこれをしっかりとね飾っていこうというふうに思いますんで、はい、これもね旅の目的の一つだったんよ。はい、ということで札幌の目的その1、うん、北かを手に入れる完了しましたので、はいはい、あとはね HTB の新社屋と、はい、時計台ぐらいはね通過だけでも通過だけでも時計台と HTB の新社屋と、はい、旧社屋、旧社屋のねあの公園には行きたいんで、はい、ちょっとそれをね取りに行こうと思います、はい、行きましょう、行きましょう。
か道庁もなんかレンガ造りの建物だったりとかっていうやつでしょ、うん、雰囲気がいいっていう。ああ、うん、それはあれだな、卓の言うところの城とか寺と一緒だな。あ、行ったらいいなとか、すごいな、綺麗だなとか思うけど、はい、思うだけだよね。あ、これちょっとだけ映るね、はい、はいはいはい、ちょっとだけ映りました、はい、車に下げられましたが、はい、ちょっとだけ映りました、ちょっとだけ映りました、はい、満足でございます。ちょっとだけ見れれば、はい、はい、ネットをね検索すればいくらでも画像が出てくるので、まあ、そこでしっかり見たい方は確認してください。そうそうですね、どうぞ、はい、どうぞ、はい、あれです、あれが札幌市の店です、はい。今なんか見たんだけど、なんか被ってなかった時計だ。そうですね、札幌市時計台は、屋根や外装の塗装が劣化していることから、うん、塗り替えなどの外部改修工事を実施することになりましたということで、はい、休館期間がですね、はい、2018年の6月1日から、うん、2018年の10月31日まで休館期間、まあ、とりあえず見れたということで、はい、どうしようもないからね、はい、はい、ということで次、はい、行くよ、はい、行きましょう、はい、書いてある、あ、はい、やった、おんちゃんいるじゃん、ここです、新しい HTB 新車、ここなのね、ここですね、はい、ということで、はい、HTB の旧車屋、はい、あ、まだオンちゃん乗っかってんじゃん、まだ、そうですね、まだ全然普通に HTB 的な建物になってた、そうですね、全然まだそのまんまっていう感じで、ね、チャンネルはそのまま、中も全然普通にそのままだ、よく出てくる駐車場ですよ、はい、この入り口のところでも撮影してたよね、あ、もう一個どうでしょうファンだったら絶対に押さえておきたい場所ってのがあると思うんですけど、さあそれはどこでしょう、平岸高台公園、その通りでございます、はい、ということで、こんな感じの場所にぐるーっとこうやって、撮影ってこんな感じなんですよ。どうでしょうファンの方にとっては、はい、まさに聖地と呼ばれるこの平岸高台公園やってまいりましたが、はい、こうやってね聖地巡りしてる人結構いるんですよやっぱり、ね、今日やね、はい、休日だからね、そうですね、はい、この目の前にね HTB 見える、ここでどうでしょうの撮影されていたというところでございます。結構ねクロマックスの視聴者の方にもどうでしょうファンの方結構いて、スグルもね動画を見返したりとかしてるような状況最近あるんですけど、やっぱ面白いっすよね、どうでしょう見て思うこと、あれは絶対できないなっていうのは感じております。まあ難しいよ、だって大泉さんがむちゃくちゃ話上手いんだもん。そうですね、スグルはね大泉さんにはなれない、それとはまた別なんだけど、全然ね違う切り口から、しかも YouTube でっていうところで動画を撮ってはいるんですけども、はい、どうでしょうファンの人が見てくれてるのやっぱ嬉しいですよ、はい、ね、はい、ということでね、ちょっと駆け足になっちゃいますが、こんな感じでね、はい、どうでしょうの聖地訪れてきたということで、どうでしょうファンの皆さんいかがでしょうかと、スグルも来たかったところなんでね、来れてよかったですということで、まあどうでしょう意識してではないですけどね、どうでしょうファンの皆さんが見てくださってる方に からには、はい、楽しんでもらえるような形のコンテンツ作り今後も精進してまいろうという、なんかねそういう感じで、気持ちを新たにできるようなそんな感じがいたしましたということで、はい、はい、ということで、はい、平岸高台公園の前でアホみたいに裏黒の動画をね、はい、投稿したりもしましたが、はい、クロワークス号は出発をし、厚真町か向川町かなっていう感じはするんですけど、はい、ボランティアをさせていただける場所がないかっていうのをちょっと行ってみようと思います、はい、ネットで調べた内容だと当日受付って話はしてたんだけど、はい、車中泊する場所とかね、うん、そういったとこも含めてご迷惑にならない場所でやりたいなっていうことなので、はい、少しだけでもちょっと活動をさせてもらえればなと、それだけです、はい、なんで活動をね恩着せがましく映像にしてとかっていうつもりはないで、とりあえず向かうまでは旅のね途中の一つとして動画を撮らせてもらいますが、実はねもう夕方なんですけど、僕ら朝が何も食べないで動いてたんで、そうですよね、そうご飯を食べるなり、はい、準備するなりっていうことで体勢を整えてね、はい、こちらに向かっていきたいと思います、はい、
本物のししゃも食べたことありますかって言われて多分ですけど、ずっとししゃもだと思って食べてたししゃもは本物のししゃもじゃないと思うんです。鹿飛び出し注意って書いてあるんだけどさ、こんな草原駆け巡ってるわけ。